やこれどうなる。おお、信号無視、驚きと信号無視、いいね、すごいすごい、綺麗な信号スルーだったね。でも黒いワンなんでやられねえと思うけどな。おお、かっこいい。おお、かっこいい。いや、今のサムネでしょ。八神だ。こんにちは、八神です。止まれ。止まらん、止まらぬ。ただのチンピラじゃねえな。ホームレスだな。厚労省の雇ってる兵隊、邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。オッケー、多くなくっちゃない、やる気満々だぜ。こっちとら、さあオールスターだ、決めさせていただくぜ。さあ貴様ら、ドブに落ちな。行くぜ。さあオールスターの戦いだ。ここはノーカットで行きたいもんだね。だけどちょっと面白くない部分があったらカットしようかなと思うけど、まあ基本的にちょっとこの辺からはもうノーカットで行こうかなと僕は思っています。なぜならもう最終決戦近いからね。やべ、カットしちゃったよ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ついちょっと歯ごたえがなくて。おっと、おお、狭い狭い、すごい狭い道でアップないね。どうする。わわ、いっぱいいるね。うわ、挟み撃ちってやつ。あらら、待って、やばい、ちくしょう、やばい、なんでこうもバンがバンバンやってきやがるんだ。おもろくない。ん、ま、待て、違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない。兄貴、だから違うって。おもろくないの。いいよ、カイトさん、頼りにしてるんだから、いくぞ。そう、俺のツッコミ、俺もボケもなくなっちゃったじゃん。筋肉出てきたって言おうとしたら先にカイトさんに取られた。先にカイトさんにボケを取られた。さあカイトさん、なかなかやるじゃねえか。だがよ、筋肉はもうな、慣れた。筋肉が出すぎて逆に慣れた。筋肉慣れってやつだ。俺はもう筋肉にビビらなくなった。筋肉にビビらない男、そう、それがこのバカ王子です。だから筋トレもちゃんとします。そう、よっしゃー、片付いたぜ。またカットしちゃった。本当に歯ごたえないからさ、すいません皆さん、歯ごたえなくてちょっともう動画に載せる意味が分かんなくなっちゃいました僕。はい、あ、ここか。やっぱりやっぱり強かった黒岩。おい、あれってもしかして黒岩がやったんじゃねえのか。帰り討ちにしたんだ。やば、自分を殺しに来た連中、自分のケツは自分で拭くってか。それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 、落ち着いてください。黒岩にやられたのか。やつは創薬センターに向かった。創薬センター。蝶野を殺す気だろう。え、狙われた復讐にアドデックナイン潰して、事務次官たちも全員破滅させる。やばいやばいやばい。クズ同士で潰し合ってくれるってこと。やったじゃん。いやでも、いや裁判が今、蝶野に死なれたら結局事件は闇の中だ。そうそう、大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え、黒岩を追う。いやー、これやばいな。創薬センターに警官を手配できるか。真冬ちゃんめっちゃ役に立つじゃん。すぐ安全な場所に移してくれ。真冬ちゃんすごい野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。お、銃を持ってるぞ。気をつけろみんな。うわー、すげー、
やべえ、わあ、魔王城に見えてきた。黒岩の方が先に着いたかな。なんでこういう時に限って雷鳴るん、すごくない。うわ、魔王城よ。もうどうしたんすか。今どういう状況だ、黒岩は。止まってください。なんで。弁護士の矢神だ。翔野はもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。じゃ通してくれよ。ちゃんと情報は伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。任せて俺らに。どうなってる。多いな。なんだなんだ。あれ、黒岩、ヤガミだな、お前。はい。どけ。我が家。なんで。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと。なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。違う違う。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野、銃を持ってんだ。ワッパかけろ。おい、ワッパかけないで。ワッパって何。あ、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら。あー、やばい、警官に手出しちゃった。絶対捕まるじゃないか。これやめなし。弁護よろしく。任せろって。こっち見てる。余裕そうだな。待ってろよ。ダボ、そっちは後だ。くそー、てめえらどかねえと。いい、出ない、なんか出ない。出ないけどやるぜ。出ないけどやるぜ。うわー、かっこいい。なにこれ。このカメラの切り替えかっこいい。オールスターってほんとこうでなくちゃ。もうとことんやりきるしかねえな。そうね。行くぞ。やったら。警察官と戦うことになるとは。本物警察官だね、これ。マジか、本物警察官と戦うことになるってあるんだね。結構これ弁護必要だよね。あんななんか面接したのにさ、お前警察官殴ったの、じゃあもう無理だってなっちゃいそうだ。ここは演武だな。演武しゃー。弱っちいな。うわー、おいおい、やばいやばい、これはまずいね。くそ、先行けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け、お前が黒岩を止めろ。怪盗さん、止めよう。ありがとう、絶対止めるから。うん、出た、豚ゴリラ。どうする。こっちは急いでんだ。かかってくんならさっさと来い。せやな。うわぁ、こいつ強そう。こいつ強そう。身長もでけえし。あ、強い、強いな、やっぱ。くわ、押しのこ、押しのこ、誰お前。なんかすごい、あ、危ない危ない、死んじゃう。死なないよ、だけど死なないよ、死なないよ。ほい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 、よっしゃ、最後とどめだ。くらえ、取り、あ、わ、おっと、あ、またやっちゃったよ。そこは俺がやるんだって。杉浦くん、そこは俺にやらせてって。最後はなんで杉浦くんやっちゃうの。あ、いたいたいた。黒岩のやつ、ここまでやるのか。うわ、ダメだ、この扉開かないよ。上から蹴ってる。上から上から。ロック、そういえば前来た時にエミちゃんが。ゴールドカードだよね。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。そうそう、
ゴールドのカードキー、どこかいないか。いや、そんな。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。何それ。システムの起動に伴い、うん、3分後にゲートを完全ロックいたします。えっ、何、マジかよ。急がないと。いや、マジだよ。えっ、なんで。ちょっと待って、そういう感じか。ちょっと待って、ここにはないはず。え、待って、ここにあるの。ゴールドってことは色でわかるんだよね。くそ、これは違うみたい。え、違うんかい、違うんかい。ここでしかないの。ここしかない。あったあった。これはへっへー、余裕。3分もいらないやないかい。3分もいらないやんけ。10秒でいけたわ。あったぞ、これで開けられる。本当に開くか。今セキュリティなんとかって言われてるからな。開いたー、黒岩さん。さあ、外の渡りようか。ん、黒岩、こう動ける。おい待て、黒岩、やばいやばい、4人撃ちかよ。ちょっと待てー、やばい。え、うわー、やられたー。待て、こいつ拳銃あれば何でもいいと思ってるよ。お前自体弱えんだからな。うわー、これやばいやつ。なんか映画、コナンの映画で見たことある。これ、どうする。おお、おお、飛んだー、飛んだー。驚く驚くよな。車乗ってる人驚くよな。それはな、上から人落ちてくんだもん。死んだ。ヤガミは一回死にました。今杉浦君大丈夫。ヤガミさん大丈夫。あ、無事かよ、無傷。くっそ、どこか。やばいやばい、めまいしてる、めまいしてる。地下駐車場の入り口、こないだ侵入した。うん、そうだよヤガミさん、あそこから病棟まで入れたよね。あ、確かに。そしたら研究棟にも行けない。カードキーもさっき手に入ったし。いけるいける、いけるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃ。あ、だな。この駐車入り口めちゃめちゃ使うな。さあ止めに入りますよ。でも警察官来そう。ほら来た。もう邪魔だよ。また会ったな、探偵さん。この声はマシコさん。あ、中二病の警棒持ってるやつか。てめえ、この野郎。どうした？見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。うん、今回はお遊びはなしだ。それ、それ欲しいんだよ。それ欲しい、それ欲しい。ちょうだい、マツコちゃん。さあラスト決めようか。壁、あ、間違えた。あ、ちょっと待って。あ、またおいおい、今苦労して戦ってたんよ。杉浦くん、いいとこ持ってすき。杉浦くん、そろそろちょっと直そう、その趣味。もう限界って感じ。でも先を急がないとね。あ、やばい。ちょっとその顔。やばいやばいやばい。なんかちょっとめまいがするな。いや、黒岩と戦えねえぞこれじゃ。うわー、視界が青。大丈夫八神さん。おお、ボイスがもうおかしい。結構血が出てるみたいだ。だいぶだいぶいっちゃってるこれ。どうかな、今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。いや、もう声がだって違う、犯人だもん。もうこっち目線。ちょ、もうダメだって。歩くの遅い。頑張れヤガミ、大丈夫だ、俺がついてる。これはひどい。ゾンビ目線ってこんな感じなのかな、みたいな感じの時にさ、やっぱり敵が逃げたとしてもこういう風に頑張って。何？え？なんだよ。え？死体？あ、なんでこんなとこに。過去の。え、大久保くん見える？俺のこと。大久保くん見える？
知らねえもんね。ふざけやがって。ん、嫌だよ。大久保君、誰がやったんだよ。大久保君、はい、こっちこっち、ここここ。俺が疑われる。え、無理だ、信じてもらえねえよ。あ、大久保君が消えた。あ、てかめまいか。あ、てか幻想か、これは幻か。あ、びっくりしちゃった。これか。やばい、助けて杉浦君、もう限界ですよ。あーあー、暗くなっちゃった。大丈夫？さっきより顔色悪いね。いや、さっきの声がおかしい。声がね、もうね、ダメなんだよ。お前、張り切りすぎると天国も刑事弁護は本当天国や、ここ。杉浦君、なんでそっち向いたの？そういうのは試せない。杉浦君、怖いよ、そっち向かないで。金にもなんねえの。ちょっと杉浦君。いいから、ほどほどにしとけって。するけど、なんでこっち向かないの？経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。ああ、そっちにあれなのか。消えた。天国や、ここも。地獄なのかもしれない。どっち？え、どっちなのこれ。やばいって。もう声がだってあれだもんね。あの、いや、私はあの、あいつがやるとは思っていましたよね、みたいな証言する人のあの声だもん。このフロアだったよね。ほらほらほら、奥の渡り廊下から開発研究棟に行ける。あ、あと黒幕の声。だいたいこれ黒幕の声。なんかマスクかぶって、なんか、いやあ、君たちよくぞ来てくれた、みたいな、その時の声だ。なんか絶対そこにいる、絶対マスターって言われてる、支配人って言われてるやつの声。いや、あの、なんか分かる、言いたいこと分かる、分かってほしい。この状態で戦えんか、本当に無理な気がすんぞ。待って、一番苦しむ、どこ？大久保さんなのに。エビちゃんがどっかにいるはず。彼が本当に無実なら勝てます。エビちゃんと言っても、俺は、ああ、そこに。今回が初めての刑事弁護なの。もう半透明なんけど。え、うわ、民事だと勝ったり負けたり、少し負けっこしてるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、うん、本気で無罪を取れると信じられるのかも。エミちゃん、大久保君をお願いしますね、八神さん。あと、よかったら弟のことも。え、ずうずうしいですけど。エミちゃん、エミちゃん、わかったよ。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、君もか。あ、いや、空耳にしては生々しくて、なんか聞こえた。ああ、後でゆっくり話してやるよ。お、戻った。今はやることがある。え、行こう、黒岩を止めるぞ。そうだな。分かったよ。少し顔色良くなった。エミちゃんのおかげや、これ全部。エミちゃん、杉浦君を守ってみせる。そしてこの大事件、俺が終わらせてみせるぞ。カードキーをゴールドのやつね。そうね。うわ、うわ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 、すごい大雨やね。嵐やん、窓割れてるやん。さあ、ラスボスはどこにいるんだい？ショーノはこのフロアに避難してなけりゃな。静かだな。いや、怖っ。この先に翔野の研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に。殺されてんかな。ああ、多分。さあ、どうだ。
狙われてる感じある。ほら、八神さん。え、お翔の、うわー、黒岩、黒岩、とことん邪魔してくれるな、八神。やめろ、今さら復讐して何になる。翔野を殺してもお前は復讐誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。え、何、銃を捨てろ。え、うわ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 、殺そうとしてるやん。うわ、なんじゃなんじゃなんじゃ、すごいすごい、わお、わあ、負けちゃった。頑張れよ警官。やばい、やべ、来るぞ。八神さん、あっ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 、杉浦くん、られちゃった。嘘、嘘でしょ、杉浦。ね、待って、無理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 、それだけは無理、それだけは無理。こいつ、でも杉浦君をやりやがって。少し待てるか、助けが来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ああ、エミちゃんに守れって言われたからね。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。わかった、全部借りは返させてもらうぞ。俺たちはあんたを助けに来た、本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。そんぐらいできんだろ。よし、さあやるぞ。下手くそが、下手くそ。銃がなかったらお前は雑魚。さあ、雑魚に相手する暇はねえんだこっちとら。諦めろ、もうすべて終わりだ。うるせえ、まだ終わりじゃねえ。焦ってるね。どういう意味だ。アドデックないんだよ、あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき翔野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデックナインを完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああ、できるね。できるの。やってみせる。やってみせなくていいよ。心配するな。心配もしてねえ。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやる。それがいけねえって言ってんだよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。おっと、こっちのセリフじゃ、こっちのセリフじゃ。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。来た来た、本当のラスト決戦か。これがさっきよりも強いんだろうな、きっと。うう動きがやばい、お参加だ。おお、うわ、今でいやー、来たー、来た来た来た、この時を待ってたぜ。これがホント最終決戦だ。じゃあ皆さんノーカットでお送りいたしましょう。じゃあ回復をまずさせていただきますね。回復してからの決戦をしましょう。でもね、回復がね、あとね、わずかしかないんですよ。このわずかな体力で僕は勝たせていただきます。そしてこの運のなんとか、いや違う、あ、これ全部意味ない、エンカウント、あ、
これいける。これ残り使おう。残り20秒の時に使おう。よっしゃ、行くぜ黒岩。俺はな、お前とノーカットにより貴様の犯行を全て俺がこの打撃で償わせてやろう。よいしょ。あ、待って、体力多くね。えぐー体力、青初めて見たわ。おっとおっと、でもお前はな、拳銃がないとな、雑魚っていうのは知ってるんだよな。みんなも知ってるよね、拳銃がないとこいつただの。おっと、なんかすごい、あれこの前よりやっぱ動きが違うな、本当に。なんかだって全然、あ、待って、体力危ない。あんなに回復したのに体力危ない。ちょっと待って、ほいしょ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 。 OK。 さあ、お縄につきなさいよ黒岩ちゃん。雑魚岩でした、黒じゃねえ。おっとっと、お前白岩にしてもらえよ、本当に。だったら多分性格変わってたんだと思うぜ。黒岩だからダメだったんだよ、黒ってついてるからさ。でも、黒岩ってついてる人は別にいい人もいるんだろうけど、お前の場合は白岩の方が絶対良かった。絶対良かったよ、白岩の方が。よっしゃ、どんどん行くぜ。よっと、見たことのある黄色が出てきた。どんどん弱ってる証拠、どんどん弱ってる証拠でございます。やばい、ちょっと待って、あ、待って、危ない危ない危ない、ちょっと待って、サウリナーですわこれ。よしよしよし、これで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 、オッケーオッケー。あ、待って待って待って、よし、やれ、よっしゃ来た。これ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 よこれよ、オッケー。やらみーやらみーって、お前フェイントクソかけてきたな。おっと、広い場所の方が戦いやすいぜ。おわー、うわー、すごい、お前すごいな、ヤガミかっこよすぎるぜ。どうなるどうなるどうなるやばい、これ窓に落としちゃう。あ、危ない。おお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 、すげえ、鳥肌立つ。すごい、鳥肌立つね。なんで急にそんな顔すんの、なんか悟ったみたいな。何、あ、オーラまとうな、これ。あ、来た、逃げろ、一回逃げろ。オッケー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 、よし、こっち行くぜ、行くぜ。じゃあお前はオーラまとってもな、必殺技使えなきゃ。ザー、うわ、そんな、すいません皆さん、お待たせしました。いや、さっきのことなかったことにしてください。え、俺カットしてるっていう人もいるかもしれません。ですが皆さん考えてみてください。熟年カップルがいるとするじゃないですか。それが例えば5年目のカップルとするじゃないですか。で、ちょっと別れました、で10日間だけ別れましたっていう人いるじゃないですか、たまに。で、復縁しましたみたいな、そういうので、あなたたちはこれで5年目です絶対言いますよね。 100% 言いますよね。5年目じゃなくて、え、じゃあその時私は付き合ってまだ3日間ですとか言わないですよね。絶対カウントしますよね。それと一緒です、それと一緒なんです。すいません、それと一緒にさせてください。逆にすいません。そういうの、危なそう、なんか危なそう、なんか危なそう。てかこいつ攻撃力バカせばってみたいな。あっぶねー。よいしょ、オッケー。よいしょ、一撃が強いぞこいつ。やばい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 、やろうって調子乗んなよお前。待て、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 こうして、こうさせて、こうして、こうさせて、オッケー、いくぞ。ちょ、ヒールもだよ、危ない、あっぶねー。これさえ食らなきゃ俺はお前ザコだと思ってるからよ。いくぞ、俺の必殺攻撃。あ、待て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 、危ない。走りながらローリングスター。あー、ちょっと違う、皆さん違うんですよ、ローリングスター行きましょう。オッケー、ローリングスター。もうちょいで終わるぜ。てめえの地獄もこれで大地獄になるんだよね。よいしょ、さっき何言ってるか分かりませんでした。地獄が大地獄になるってちょっとよく分からないことを言うんですよ、すいません。たまにこうやっていっぱい喋り続けたら自分が何言ってるか分からないことがあります。そういうのは皆さんもあると思いますよね。皆さんに共感していただきたいです。こうやっていっぱい喋ってると自分が何言ってるか、今何言ってんだろ、こいつ何言ってんだってありますよね。そういう状態が今俺です。ほら、こういう危ないピークの時で何を喋ってるか分からない、で今自分が何言ってるか分からない、そう、それが今の俺なんです。てか、やば、ちょっと待って、体力危ないよ。よし、危ない、ローリングスター。もうちょい、やばい、体力も危ない、やばい、よしよしよし、そうだ、絶対青いの、タウリナ使って、ローリングスター決めよう、ローリングスター。いや、壁切りで終わらそう、壁、よし、来た、やっ、行けよ、死ね、くだれ、くだれ、ちょっと待って、そんなこと言ってる場合じゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、ほら、
勝利。ピース。あ。嘘。落ちちゃった。やりすぎたか。大丈夫？え？しぶて嘘だろ？なんなんだこいつ、不死身かよ。ここマジか。え？何それ？え？え？色鉛筆？色鉛筆刺したなんか。聞いてない、それは聞いてない、それは聞いてない、それは聞いてない。待って待って、マジで言ってんの？ちょっと待って、ちょっと待って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 、聞いてない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 よ。ちょっと黒岩さん、黒岩さん、うっそマジ聞いてない、ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない、ちょっと待って、え、体力ないよ、ほんとに体力ないよ、うーい、うー待って、ちょっとどうしよう。え、これ、これ飲んどく、なんだこれ、とりあえず飲んどくか、よしよし、ちょっとやばい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 、ちょっと待って、ほんとに言ってる、ちょっと待って、何言ったのてかお前、ま、おじゃ、あ、死にそうだよ、死にそうだよ、待って、医療キット使う、タオリナ使っとく、え、待って待って、やばいやばいって、ちょっと難しいぞ、俺初めてだよ、なんか龍河如くシリーズいろいろやってきたけど、なんだかんだラスボスって意外と最後戦えるようになってんだよ、ちゃんと回復がある程度あれば大丈夫だと分かってんだけど、え、ちょっと待って、超むずくない、え、ちょっと待って、やばいって思ってたら体力使うって、どうしよう、やばい、ちょっとどうしよう、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 やばい、追っかけてくる、助けて助けて助けて、なんつって、あ、助けて助けて、やばいやばい、助けて、なんつって、あ、助けて助けて助けて、あ、これでいい、これでいいよ、あ、待って待って、やばい、よいしょ、よし、どんどん削れてる、どんどん削れてるよ、おいで、くれよ、あ、待って、危ない、いける勝てるかも、待って、まだ勝てる、勝てる望みあるぞ俺に、ダメ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 、よしよし、来い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 、違うバカ、クルーはおいで、はい、あー、え、無理だよ、よっしゃ、よし、ここまで来た、よし、ここまで来た、やばい、黒岩めちゃくちゃ強い、どうしよう、鬼強いんだけど、初めてこんなラスボスで、やばい、手間取ってる、よいしょ、よしよしよし、いけ、攻めろ、よし、ちょっと待って、頑張って、ちょっと危ない、よっしゃ、ローリングスター、来た、勝ちが見えてきましたよ、よいしょ、おい、聞かねえのかい、聞かねえぞって聞かれちゃった、聞かねえのかいって、よーし、そしたらこれを飲んで、タオリナ飲んで、よっしゃ、行くぜ、完璧状態、無敵状態ってことですよ、今、よいしょ、おい、ラスト、やべえ、普通に決まっちゃった、必殺でやればよかった、まあ、いいでしょう。むちゃくちゃ強かったんやけど、エミちゃんの分入ったね、もう終わりにしてくれよ、お、よ、あれ？さっきやっと誤解が解けてよ。一旦
俺らのことは後回しにしてくれるってよ。おお、後で弁護頼むぞ。分かったよ。よーし、八神さん。あ、あれ、ショーノは？ショーノ。いや、待って、止まれ、止まるか。え、どうだ、あ、あ、うわっ。止まれっつって止まるやつじゃねえだろう。怪盗さんすげえ。この…え、うわっ、あっ、え、うわっ、うわっ、いや、いや、おお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 前の実験ごっこも終わりだな。いえ、もう必要ないと思います。ああ、何それ？それは、ええ、アドデックナインです。え？え？まだ死なないでください。おい、何するんだ？完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。え、だから最後にこの新薬が完成したというちゃんと撮ってる証明を。そうやって何人殺してきた？でも、でもおかげで何百万、何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。あ？なんだそれ？アドデックナインを作るために、しょうがなく世界を救うためには仕方なかったんだ。はあ、何言ってんだこいつ、打ちまくれ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。え、ショーノ君は私にそう言いました。え、それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。ああ、しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。え？それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。なるほど。メス猫ちゃんが世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデックナインの研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。やめろやめろ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。え？おい、僕の母は、どうした？
認知症になった祖父母を長いこと介護してた。おお、やべえ、二重面出てきた。二重人格の二重面が出てきた。それを最後まで見とった後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。ああ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。え？僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。何やってんだお前。そうか。そういうことか。黒いはすごくね、何発も撃たれたの。なんで？ハードデックナインの副作用は。どういうことで死んだ？被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。うわ。そうなってはもう助からない。え、青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。だから目食ってたの。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。そういうことか。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。うわ、それらは全て翔野が処理していました。10日後。お、さっぱりしてるね。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。うん、その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。はい。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。ああ、杉浦君か。もう死刑囚じゃないもんな。文也君。感動の再会ってやつ。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。いいんだ、頭下げなくて。当たり前のことをしたまでだよなあ、八神。ありがとね、八神さん。照れるぜこの野郎。翔野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田健二生は逮捕か。まあそうだよな。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。いや、そりゃそうだろう。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。ああ、そっか。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。
天網恢恢、素にして漏らさずだ。え、こっそり悪いことはできないってことですね。おしっこ漏らさずって言った？よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか？はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。あ、え、仕事に身が入んなくなるんでな。あらら、いやそうだったんですか。え、そこは引いちゃダメでしょ。え、マジでできてんの？まあ年寄りの遅刻ってのはいつも無視されるもん。ヒューヒュー、若い頃は俺らも遅刻なんて聞かなかったか。おいおいおい、なあ、お熱いね。待つかねよ。うわあ、すごいすごいすごい。まあ、俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。悲しいこと言うなよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんて、どう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。まひふさん、そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。そうかなって。源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれなんだっけ。神様のお告げ、おぼしめし。あ、違った。あ、どっちも違った。よしてくれよ。え、俺は弁護士を辞めて探偵になった。いや、探偵の方が俺好きだよ。八神の探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。世界で一番イケメンやな。ね。うん。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。真冬さん、後悔してる。その点、探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね、あ、はい、八神探偵事務所。え、猫が逃げて帰ってこないって。あらら、うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。ちょっと八神くん。チャコ、5歳のメス。ほうほう。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。こうでなくっちゃ。海藤さん、久しぶりの依頼だ。絶対ものにしようぜ。素晴らしい。え、終わり？終わった、終わったよ、みんな。いやー、めちゃくちゃ良かった。待って、俺のさ思ってる以上に面白かったんだけど。え、ぶっちゃけですね、ぶっちゃけなんですよ、龍が如くシリーズは今やってるんですけど、その龍が如くシリーズを終わってからジャッジアイズはやろうかなと思ったんですよ。ですけど、なんかどうしてもね、
面白いっていう評判聞くんですよ、このジャッジアイズが。でも、知ってる人、知ってる俳優さんが主人公っていうのが、僕ちょっと感情移入できるかなと思って、シンプルに。どうなのかなって思いつつ、ちょっと手出してみたんですよ。そしたらもう関係ない。もうなんか、キムタクさんっていうね、人もいるんですけど、でも、やっぱり、もう八神っていう人物像に、俺はもう感情移入しちゃって、なんかね、こればっかりは、全然関係なかったね。なんで俺もっと早くやんなかったのかなと思っちゃうぐらい。めちゃめちゃ面白かった。しかもストーリーめっちゃボリューミーだし。俺すぐ終わんのかなと思ったんだよ。なんかさ、ガイデンみたいなもんかなと思ってたの。全く関係ないね。本当に全く新しいストーリーだから。で、しかも今回、探偵っていうお話じゃないですか。新しいよね。俺みたいなバカが探偵になれるかなと思ったら、なれるなれる。まあ、見事にね、選択肢全部外してきたんだけど、全部ではないんですけどね、なんか大事な場面では全部外してきちゃいました。だけどやっぱりそれでもまたいい味出てんのかなっていうね。なんか探偵とバカがコラボすると、あ、結局バカなんだねみたいなね、なりますよ。で、頭いいから八神くんは。でも俺頭バカだから、ちょうどいいコラボなんじゃないんですか。素晴らしく良かったです、本当に。で、そうですね、この後、ジャッジアイズ2、ロストジャッジメントっていうのがね、発売されるんで、それもやっていこうかなと思います。いや、やるでしょ。やらないわけないでしょうね。だって、こんなおもろいストーリーで、2が出るんよ。もうやるしかないよね。じゃ、多分もう、結構すぐやると思うんで、ジャッジアイズここまで見てくれた皆さん、次もぜひ見ていただけたらなと思います。もっと面白くしようと思うので、僕めちゃめちゃ心がけます。はい。で、なんだろう、この声優力ってあるんじゃないですか、僕のこのアフレコ力、これもちょっと頑張ろうかなと思います。どうなんでしょうね、2って結構フルボイスなんですかね。フルボイスだったら俺のアフレコ力ないんですけど、なんか文字がプルルルルって出てた時のアフレコ、もっと感情移入したいなと思って、なんかもっとその人になりきる感じ、全部俺だったもん。もう俺の声だから、もっと女声に連れてる感じ。女声って言ったらさ、こんにちはこんにちは、ほらこういうさ声もできるんですよ。僕結構いろんな声できるんで、ちょっとやってみようかなと思います。はい、すいません、全然女声じゃないですよね、知ってます。だけど次回のやつでこの女声絶対やりたいと思います。この女声の特徴的には、喉をこうやって引っ張ることによって、こんにちはってできるんですよ。喉を押さえないと、こんにちは、あ、一緒だったわ、めっちゃ一緒だったわ。あれ、こんにちはこんにちは、あ、ちょっと違うね、こんにちは、こっちでいきます、こっちでいきたいと思うんで、皆さんぜひ楽しみにしててくださいね。こんにちは、私アイリーとか、なんか女の人の名前が出たらそれでいきたいと思います。絶対やったるぞ。まあ、もう本当にここまで見てくれてもらって皆さん、ありがとうございました。もう、感謝です。こんな長い輪でしたからね。もう、お猫、不法侵入です。不法侵入罪。まあ、関係ないんですけど、まあ、そういうね、なんか、なんとか罪っていうのもね、ちょっと詳しくなるかもしれないんでね、行きたいと思いますよ。まだありますね。まだありますね。これ全部言った方がいいんですかね。まあ、全部尺使いましょう。そうですね。せっかくですね。あ、帰ってきちゃった、なんか。あの探偵の、あれか。あの探偵ミッションのやつだったのか。あの猫がチャコだったってことか。いや、別に関係ない。じゃあ、まあ、とりあえず、そうですね。こんぐらいで終わらせていきましょうか。どうしましょう。続けましょうかね。こんな雑談別に聞いてくれる人多分ほんとごくわずかだと思うんですよね。ほんとすっごい特殊な3人ぐらいが、もしかすると見てくれてるかもしれません、ここまでの雑談をね。いや、俺はでもちょっと神の溝を知るみたいな思い、なんだっけ、神の思い知らせみたいなやつで信じて、一応最後まで見てくれるかなっていうことを信じて、ちょっと僕は全部使わせていただきます。せっかくなんでね、ここまで来たら全部使いたいでしょ、もはや全部使いたいよ。
でもこれが広告失敗になったらちょっと消すかもしれませんけど、でも俺はそれは神の水を知るみたいな感じで神様を信じて僕はやっていきたいと思いますね。はい、さっきから何の話してんだろうって思うじゃないですか。さっき言ったでしょ、黒岩との戦いで喋り続けると今自分が何言ってるかさっぱり分からなくなる時があるんです。皆さんもいつか来ると思います。こうやってめちゃくちゃ喋ってると、あれ俺今何喋ってんだ、え俺さっき今さっき何言ってたんだとか、えめちゃめちゃ意味わからんこと言ってるじゃんって思うと思います。多分ゲーム実況やってる方なら多分なおさらあるんじゃないかなと思います。いやないでしょうね、うん、決してないと思います。ちゃんとみんな理解ある言葉を発してるのに僕だけ意味のわからない言葉を発して、ただそれを早口で言ってるだけなんですよね。つまり、うん、だから別に頭いいとかじゃないんですよ。すごいこの人なんか言葉が出てきてすごい頭いいみたいな、そんなに捉えちゃいけません。あ、捉える人いないかもしれませんけど、もし捉えてる人いたらそういうことじゃないんです。ただ単に意味わからん言葉を言ってるだけなんです。はい、別に意味がないんです。意味はないけど僕が思ってる率直な言葉を言ってるだけなんで、全くもって意味はなくはないか、そしたら意味はなくはないけど、あのよく聞くとこいつバカだなって思うことが多分節々あると思います。そうですね。あ、チャコ見つけてきた、いつの間にかチャコ見つけてきたわ、すごいな。いやでもいろいろ終わったからな。で多分俺ロストジャッジメントの時は結構サブイベントもやっていきたいなと思います。今回のサブイベントね、マジ変態三重師と多分サナちゃんぐらいしかやったことないんで、結構全部やる勢いでちょっとやっていきたいかなと思います。はい、まあ、どんぐらいのボリュームかわかんないんですけど、1がこんなにボリュームあったら2も結構あるんじゃないかなとね、俺はちょっと思いますけど。はい、だからサブイベントも結構やりつつ、僕はこれからもっとこのあのなんだろう、ジャッジ扱いを極めたいと思います。はい、皆さん本当の本当にここまで見てくれた皆さん、なんでここ噛むんだろう、ここまで見てくれた皆様、全然言いにくくないんだけどね、結構噛んじゃう癖があるんです。本当にありがとうございました。もう皆さんの応援がなきゃ僕はここまで来てくれません。本当皆さんのコメントがあるからここまで来れたんです。皆さんのなんかこの思ってくれる、俺のことを思ってくれるというこの幸せ噛みしめてこれからも行きたいと思います。ありがとう。